のプラゼです、はい。はい。ということで、はい。おはようございます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 。何やら楽しそうなショップがあることを奥さんから小耳に挟みまして、ホテルじゃない。そう、でも大阪で超有名なショップなんですけど、あ、そうなんですか。それが東京にやってきたということで、はい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 。ちょっと僕らも見たいと。ああ、なるほど、ね。そういうことで、ちょっと今日撮影の許可いただいたので、ちょっと早速行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、はい、店内入ってきました。ということでですね、今回もですね、イカしたコーディネーターのスタッフの方が来ました。はい、よく見てると思います。それでは、お願いします。げんちゃんです。こんにちは。げんちゃんです。はい、テレビ番組みたいな。お願いします。出ました。最近、巷で人気の。巷で人気の。これどこですか？これはフィートっていう今季の岐阜からスタートしたダウンのブランドさん。これすごいね。サイド全開き？サイド全開きっす。あ、これやばくない？多分全部開けることはない、ね、まあ、ほぼほぼない。佐藤さん何が欲しいって言ってたんだっけ？僕はね、派手な色もいいけどちょっと落ち着いたネイビーあいいかなと思ったんだけど、グリーンちょっといい、ね、これよ、これなんですよ。サイド開けるとどうなるの？全部開けると全部外れる。ああ、もう。ああ、なるほどね。なるほどね。こういう服なんていうんだっけ、この上にかけるだけみたいな。なんかあるよ、ね。ポンチョ。違うか？違うか？違うか？違った？こういうのなんか両高島さんとかさ。ああ、着てない。イメージある。かけてるだけ。うん。着てるかどうかは知らんけど。知らんけど。うん、イメージあるわ。お、50億点か。安いんすよ。安いっす。いくらだっけ？俺、今びっくりした。僕が持ってるオーラリーのベスト、8万するんですよ。てか、びっくりしたよ。びっくりした値段見ないで、じゃあこれでとか5万ぐらいかなと思ってたら。8万です。8万で。まあ5万ぐらいかなと思ったじゃないですか、オーラリーが。4万3000。あ、そう、俺もね、4万、そう、タックスインで4号ぐらいかなと思ったの、こちらです。3万3000円タックスインで税込み室安いね安いね安いねめちゃくちゃいいねメイドインジャパンあ、このブランド見たことある俺も見たことあるんだよでも物初めて見た物初めてこの、ありますよねたまに見るクソデカタグのタブレットとかにあるみたいなそう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 シーズンテーマとかはなくて、うん、シーズンでなんかのデザイナーさんの気分で作りたいものを作るみたいなテンションでやられてるブランドなんでなるほどねああ似合うやん自分で自分でいやいいねかわいいこの胸元開いてる感じやっぱまあ、ラペルじゃないけど、ねうん、ラペルじゃないけどこの感じやっぱ好きなんだなと思うわこれやってみていいああでもいいね多いこれで2万9000円はちょっと安いいいなあカツオさん、はい、オールドパークがありますよあら懐かしい懐かしいカツオさんのえこれめっちゃいいじゃんノースフェイスノースフェイスノースフェイスノースのフリースをチンチラとか古着でいっぱい集めてそれを解体してから、まあ、再構築でライダースすごいねこれはいいぞタイトだけどそんなにあれだね別にタイトに見えない全然袖が細いんかなあれかなデザインだから今着てるのがでかいっていうのはそれもある中にこれめっちゃいいじゃんこれかっこいいなえ何それってなるのえ待ってしっかり気づいてはいらっしゃるここに開けると隠れのスペース隠れのスペースですかねディズニーみたいなもの使ってディズニーかわいいニットを開けにしました最近にはニットもね非常にあるいやだから持っていようとしてるもうだから1個言っていいもうここね3、4本連続でお前が持っていようとしてるっていうのを伝えすぎてんだよニットを着るとねモテるらしいんですよ今年はニット着ようと思ってました持てようとしてますからねそろそろ DM してやってくださいあ、これさ、ブランドがワンフィルスお、出てた出たワンフィルスってことは、ってことはこれ、希望を持てあ、安い安いね税込みで26,950円希望を持てるブランド非常にいい希望を持てるブランドテアタラのパンツ欲しいんですよあ、言ってたよねそう
今シャツは持ってんだっけ。シャツ持ってる。そう、あのアーバンリサーチで買った、うん、あのテアトロのシャツはあるんですけど、デュアルポイントと中綿が入ってるシリーズ。中綿入ってる、ちょっと分厚い、ね、あ、本当だ。そう、秋冬に出てくる素材、同じ形でも5種類ぐらいシルエットが、うん、あって、何それマジ分かんないねてか、しかもテアトル の, あの公式のオンラインショップとか見ると全部一緒に見えるんだよ全部黒いやつ、そう、品番違う一緒やんみたいな足手でもこの距離から見るとどの素材どれか自分のも分かんないっすね分かんないっすよね、これ分かんないっす、よくない、あ、いいね、うん、お前もこれにさ、あれだよ、あのオーラリーのダウンベスト着たらマジであの業界の重鎮だよなれるよね、これ業界の重鎮に、業界の重鎮です。あと、この靴見て靴変わっとる靴見て、これめっちゃ良くない、これこれキコなんだ、キコですけど、今シーズンの、今シーズンのやつですね、アシックス、うん、ですよね、コラボが結構メインでリリースされてたんですけど、はいはい、契約上多分アシックスが3年っていう期限があって、それが切れてからは自分でこうオリジナルでシューズも、あ、これオリジナルなんですね、オリジナルです、すげえ、普通にクッション性いいのよ、あ、そうそう、じゃあこれナイロンパンツもいいよね、いや、ナイロンいい、うん、うわ、これむっちゃええわ、やっぱテアトラあれだね、そういうなんか素材感だけど綺麗だね、うん、ラインがすごい綺麗、このねシルエットが個人的には超ツボなんだよね、これ、こういう形のパンツなんか好きだよ、うん、確かにこの形のナイロンは持ってない、持ってないの、ウールか、まあ、デニムか、まあ、そうだね、コットン、うん、どれもテアトラはあれですね、ウッドファッションで履くとやっぱり楽で動きやすい、これはまあ、あのおしゃれおじさんでテアトラしか買いませんって人の気持ちが分かるんで、あ、まあね、テアトラ本当に好きな人ってテアトラ以外着てないよ、全身テアトラも結構いるもん、表参道とか見ても、なんかあのアジアンテイストのラブホみてえな壁してる確かにちょっと分かる、こういう感じの部屋に入ったことないけど、うん、ありそう、ありそうだよね、うん、こちらでかっ、でかでかこんなでかいの見たいでしょ、本当にでかいのすげえ、ハーフコートぐらいのムートすごい、おお、あ、開くんだ、お前スティッキーウィンガーさんスティッキーウィンガースティッキーウィンガーデザイナーさんがあのヴィンテージの自転車を買ったんですよ、はいはい、その自転車にどんどん前提でちょっとこういう丈を長めに、ああ、うん、ちょっと来たい、来よ、すげえなんかスティッキーフィンガーになんか利用されてるちょっと欲しい、まあ幹部は大変だからね、部下もまとめないし任務も成功しないでしなお前すごい T シャツ着てるよお前気づいちゃった、うん、気づいちゃった、311やんお前、311です、なんなんこのバンドです、あ、バンドなんだ、アンティーです、びっくりした、なんか国際通りでは玉子の時ながら8問こっちの方が似合ってるよ、さっきのあれ、ムートンよりめっちゃ着てそうだもん、あー着てそうだね、うん、うわ超ええやん、これめちゃくちゃいいよ、かわいい、こんだけ色数使ってるんだけどなんかそんなに主張しすぎてないのがいい、ね、あれなんじゃない、ブラックベースだからっていうの多分あるかもしれない、あのなんかね、面白いこれなんだ、チップの重さが後ろに引っ張られてる感じする、すっげえ着てて、スタンドは大体後ろから出てきますから、ね、引っ張るな引っ張るな、ちなみにこれちょっとスティッキーフィンガーしてみて、ちょっと、あ、下からも下から抜けんだ、下からもスティッキーフィンガーです、これ着てたら結構、うわ何そのニード、なるなる、絶対なるよこれは、え、だってここ、あの膝裏ですから、膝裏です、ここがカツオさんの膝裏ですから、で、183センチからある、ありますねでもこれ、女の子が着たら本当になんかもうコートというかなんかそういう、ニットワンピじゃないワンピみたいな感じかね、あ、しかもそうなんです、背中開けたらね、可愛い、うん、可愛いかもしれない、これ春先とかね、サクッと開けて着るのもいいかもしれない、すげえ、久々にやっぱなんかブランドの服見るとなんか手じゃん、やっぱ面白いもの多いよね、面白いね、うん、なんか古着もさ、いろいろ、あ、これ実はあの元ネタだったんだとか、いろいろ面白いこと見れるけど、あ、そうだね、なんかあの物として何これってのはやっぱ新品だよね確かにそうかもしれないよ、はい、ということで、
いや朝からありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいものあるわ。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったね。だ結構ね、見応えある動画になってるかなと思うので。はい。ここは一番近い駅はどこなのかな。近いのが最寄りで言うと表参道。表参道。じゃあ原宿からもまあ歩けるかな。原宿からも全然歩けるか。ぜひあの東京で、まあ、ここに来られる方はね、ぜひ。思います。はい。面白かったら高評価。登録。ぜひお願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。